2015年7月6日、今回は東京事変の群青日和の椎名林檎さんのような髪型で、今この髪型をすごい、あのスタイルは結構薄くなってるんですけど、そういう薄くする方法を自宅でもできるような切り方として説明しながら切っていきます。はい、ぜひ群青日和見たことない人はちょっと YouTube で検索して見てみてください。では早速、はい、まずは髪を減らす前に後ろを3等分に分けます。ちなみにこの髪型は、まあ、最近の若い人で言うと桜庭菜々美さんという方も同じような髪型をしてます。結構薄くするスタイルなんですけど、これで、すきばさみというのをこういうふうに下から入れるよりかは上から入れた方がいいですね。で、すきばさみってだいたいこの辺りがよく切れて、先に行けば行くほど切れにくくなっています。そこで下から入れると、この中、この一番この辺りですね、短いのがいっぱい入りすぎて浮きやすくなってしまうことがあるので、上から指2本分ぐらい取ったら、上から中間1回入れたら1センチ、毛先に向かって1センチで、毛先は細かくで、これでこの下のラインはそんな風に切っていきます。で、もう髪を引き出すのもしっかりと頭の、この生え際からそのまままっすぐ一度引き出して、縦も同じようにまっすぐ床に対して垂直になるように引き出した上で、真ん中から同じように切っていきましょう。で、アウトライン、ここのラインを毛束感を出したり、もうちょっとギザギザにしたい場合なんかは、こういうふうに束を取ったら、まあ、右側、この束の右側から中間ぐらいですね、髪の中間ぐらいからこうやって細かく、このすきばさみの先を使って右から左に向かって、で、次にこの左、毛束の左側から中間右に向かって、で、これを繰り返して束を作っていかれるといいかと思います。今の入れ方をすると、こういう毛流れというのができます。はい、で、次、上はここの部分って上の髪の毛が重なってくれるので、ある程度多めに減らしても大丈夫なので、同じようにきれいに引き出したら、中間よりもちょっと根元寄りのところから、もうここから細かく毛先に向かって入れていきます。この時全部頭の丸みに合わせて引き出します。で、あのスタイルは毛先が結構薄いスタイルなので、毛先に行くにつれてより細かくすきばさみを入れてあげる。で、触った時に足りないようだと、もう一回というふうに入れていきます。
するとこういう感じで薄い感じ。はい、次トップ。トップは丸みを残しておきたいので、今度ちょうどそのまま垂直に引き出してもらって、この中間から少しこの角度ですね、まっすぐじゃなくて上が長くなるようにこういう感じで入れるんですけど、これは毛先を少しぼかすぐらい、あんまり部分は減らさないで、毛先の方を細かく入れてあげるぐらい。中間をいっぱい取りすぎるとボリュームがなくなりすぎるので、毛先を中心に減らします。この時随時厚みを確認して、重たいところあったら毛先何回か繰り返し入れるといいです。サイドは上から入れます。毛先に行くにつれて細かく入れるように。で、下ろした時に厚みを確認して、足りなかったらもっと入れます。はい、上も同じく床に対してまっすぐ引き出して、まっすぐじゃなくてちょっと上が長くなるように。で、中間部分はあんまり減らさず、毛先を割と細かく入れてあげる。はい、前髪はこことここのつなぎを細かく入れてあげます。はい、仕上がりがこういう感じです。ぜひ東京事変の群青日和チェックしてみてください。今回は以上でした。